あ、姉さん、本気ですか？本気も本気、大マジさ。こんな楽しいことは何度もないよ。さあ、車を出しておくれ。なんですか、あなたたちは。ここは学校ですよ。大声をお出しでないよ。私は保護者だよ、失礼な。とてもそうには見えなくて、ご迷惑をおかけします。ああ、失礼しました。園崎さんのお母様でしたか。日頃お世話になっております。それでね、今日の娘の部活で商品が面白いって聞いたのよ。だから飛び入り参加に来たってわけ。それは困ります。その部活の大騒ぎで大変なので、今まさに注意して回ってるところなんです。そんなこと言っちゃって。さては、先生も縁結びのオットセイを狙ってるね。笠井、用意はいいかい？なんだかわかりませんが誤解です。あ、入江先生、手伝ってください。懲りない人たちです。リタイアしてもらいたいのよ。これ以上語れちゃうと、同じくマガタマを狙う私の邪魔になるもの。ほほう、それじゃあどうするんだい。こっちとら荒事は大歓迎だよ。僕は荒事は嫌なんだけどな。高野さん、本当にやるのかい？200年の封印を解かれた古出神社の至宝、見逃すほど私は甘くないわよ。いいね、いいね。胸を貸してあげるよ。どーんとかかってらっしゃい。お互い、相方で苦労しているようですね。あ、
あなたのですか？ほら、行くわよ、次郎さん。懲りない人たちです。それよよよ、へえ、それダメだし、それよく俺は大丈夫ません。やったねよ。まだまだ言ってません。ちょっと難しいよ、邪魔よ。それこのくらいならまだいける。よくてね、少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。ピン、いただきよ。少し静かにしましょう。楽しいね。少し静かにしましょう。楽しいね。少し静かにしましょう。よっ、少し静かにしましょう。ないね。私にはまだまだ及ばなかったね。そこに落ち着きが入れば完璧なんですが。リンカちゃん、おばさんも飛び入り参加でいいわよね。誰でも乱入大歓迎なのですよ。なるほど、ミオさんを見て少しはできるようですわね。そりゃ逆でしょ、さとこちゃん。ミオンが私に似て少しはできるって言うべき。親子揃って周りの迷惑を顧みないあたりは同じです。皆さんの苦労が絶えませんのです。ミー、さあさあ、乱入歓迎とあらば始めようじゃない。オットセイはおばさんがもらったよ。どの程度の手応えがあるか、お手並みを拝見させてもらいますわ。では参りますのですよ。かかってきやがれなのです。威勢がいいね、気に入った。カサイ、行くよ。懲りない人たちです。ザッとこんなもん痛くしないでしょ。大丈夫です。それでは壊しましょう。見たことあるよ。少し静かにしましょう。問題、少し静かにしましょう。
ね、少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。まだまだ平気。そんなの平気ですわよ。やれ。大丈夫です。またやります。すべて通しますよ。まだまだ少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。やはり大丈夫ですか。全部少し静かにしましょう。ここまで少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。大丈夫。少し静かにしましょう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 。やりましたわ。排水の陣じゃないかい。いいキレです。若い人比べても遜色がありませんね。そりゃそうだね。若さがみなぎってくるよ。燃えてきた。やっほー、飛び入り参加だけど、おばさんも混ぜてもらっていい？あ、みーたんのお母さんだ。どうもこんにちは。みおんの母ちゃんか。なるほど、血だな。ノリがいいぜ。おばさんは甘く見ない方がいいよ。こう見えても若かった日にはそこの家財と一緒に暴れ回ったことがあるんだからね。姉さん、時効前の事件もありますので内密に。よっしゃ、気に入った。かかってきやがれ。そうさせてもらうよ。オットセイは私がもらったからね。ダメ、オットセイはレナムなの。懲りない人たちです。少し静かにしましょう。ちょ、痛くない。問題ありません。まだまだ余裕か。まだまだ少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。年貢の王様、一本くらいはくれてやるよ。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。痛くないこれで。ザクッと人間を壊します。それさすり傷に入られた。それ全て壊します。大丈夫、少し静かにしましょうか。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。問題ありません。鬼狩り7だ。メリオぶっ飛べ。ぶっ飛べ。さすがに少し静かにします。少し静かにしましょう。一気に行くぜ。それはやばいね。一本くらいは知らせるよ。年貢の納め時です。少し静かにしましょう。それ少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。私をここまで追い込むかい。さて、行くか。少し静かにしましょう。ちょっと鈍ったかな。あんたは相変わらずいいよ、硬い。
ご謙遜を。姉さんの立ち回りは相変わらず惚れ惚れしますよ。そこの二人、待ちなさい。ああ、いい男。かわいくない男が来たね。ようやく捕まえましたよ、園崎茜さん。葛西達義、あんたらだいぶ村中を暴れ回ってくれたそうですね。暴れたなんてひどいね。これは保護者参加の部活動なんだよ。その部活動の中で教師襲撃、旅行写真家襲撃と続いているのはどういうわけだ。あらやだ、そんなことが起こっているのかい。物騒な世の中だね。とぼけても無駄です。ほら、富武氏の証拠写真もあります。あらあら、かっこよく写ってるね。ほら見て、葛西、これ焼き写してほしいね。では証拠は十分ですね。秘書までご同行願いますよ。お会いに来たけど、そういうわけにはいかないよ。私を連れて行きたきゃ男を見せてみな。なるほど、事前資料の通りですね。やはり取り押さえるほかないようだ。では男と、ついでに私どもの刑事魂お見せしますよ。これが平気で行く。もうさすがに死んでる。相方に行くか。容赦がない。少し静かにしましょう。じゃあ、うん、まだまだ行けば全てを吹っ飛ばします。じゃあ少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。まいったな、やられたら少し静かにしましょう。足を引っ張らない。それでは本気ですか。まだまだこれからですよ。すべてを飛ばします。上マークだ。しません。受けられないか。それでは今そうはいきません。まだまだすべてを飛ばします。そいつは通らない。少し静かにしましょう。私をここまで追い込んだ。少し静かにしましょう。ご心配なく。ザッツリこんなお納め時です。すみません。もうさすがに。少し静かにしましょう。それ俺大丈夫です。の納めで全てを飛ばします。これで本気ですか。久しぶりに全てを飛ばします。優勝ですよ。それは通りません。注意、後がありません。少し静かにしましょう。三段中の立つの名は伊達じゃない。三段中のそういう名は伊達じゃない。問題ありません。三段中の立つの名は伊達じゃない。全て飛ばします。弱心です。少し静かにしましょう。そいつは通らない。それで本気ですか。全て飛ばします。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。さて、少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。
向こうの中に入ります。少し静かにしましょう。これ、ヒント？いや、しませんも。問題ありません。まだまだいけます。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。まだまだ余裕さない。そいつは通らないな。してやられました。少し静かにしましょうか。大丈夫です。少し静かにしましょう。それは通りな。これもまだ余り。次はこうするべきとします。まだ少し静かにしましょう。まだまだこれからですよ。少し静かにしましょう。少しは通りなしません。少し静かにしましょう。決勝これくらい平気平気。さてか、少し静かにしましょう。本気ですか。あいたた容赦がない。少し静かにしましょう。久しぶりに見えたが逆流です。全てを飛ばしましょう。それはあんまりね。三段銃の立つの名は伊達じゃない。私たちも追い詰められる。少し静かにしましょう。全てを手伸ばします。見どころあるよ。全てを手伸ばします。少し静かにしましょう。上司に女性相手に部活動で負けましたなんて言わない限りね。それよりうちの娘たちはどこにいるんだい。あいつらをやっつけないと優勝を認めてもらえないよ。そうですね。早めに見つけておしまいにしましょう。そうと決まれば急ぐよ。見よう見よう。出ておいで。まさか母さんまで出てくるとは思いませんでした。ようやく見つけたよ。ミオンにしよう。おとなしく私たちと勝負しな。先に言っておくけど、いくら母さんでも手加減しないよ。当然じゃないか。母さんは手加減と椎茸は大嫌いなんだ。未だに子供みたいに箸で避けて煮物を食べてます。ああ、ずるい。私が缶詰の肉を食べられないとき無理に食べさせたくせに。私も昔、ナスとピーマンでいじめられた覚えがある。ブーブー。ああ、もうやかましいよお前たち。それよりとっとと決着をつけるよ。ま、母さんと全力で一騎打ちするなんてなかなかできないことだしね。いつまでも私たちが子供だと思わないことです。あんたらはいつまでたっても私の子だよ。親は子に負けると思いかい。よし、それなら勝負だ。私たちが勝ったらナスとピーマンでいじめてごめんなさいって謝れ。缶詰の時もごめんなさいって謝れ。それを言うならあんたたちも椎茸で3食過ごしてもらうからね。なんだかただの親子喧嘩っぽくなってきたな。よくわかんないのですけど、楽しそうだからいいのです。よし、今こそ積年の恨みに決着をつけるよ。鳴らせよゴング、いざ勝負。
たちです。少し引き返しましょう。問題ありません。まだ少し引き返しましょう。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。行きます。おじさんを怒らせ、年貢の納めを全て飛ばします。ちょっとよく少し静かにしましょう。それとも言いますが、さあさあ、これで私たちの優勝だね。さあ、オットセイだよ。いやー、久しぶりに暴れたね。久しぶりすぎて体が痛みます。まだまだ娘たちには負けないね。あの子たちも私のようにいつまでも元気でいてくれるといいんだけどね。それは大丈夫です。姉さんの若い日に瓜二つですよ、お二人とも。そうかね。私から見ると青いとこばっか見えちゃってね。さて、それはそうと、ねえ笠井、どうよ。は？どうよと言われますと？本当に何ともないのかい？え？すみませんが、姉さん、何のことやら。いやさ、あんたの背中に赤いオットセイをつけてみてるんだけどね。ん？笠井がどんな言葉で私を口説いてくれるのか楽しみだったんだけどね。やっぱりこのオットセイ、縁結びなんて言ってるけど、うさんくさかったのかね。え、ミオンたちの話によると、赤いオットセイがちょいとくっつきゃ、白いオットセイを持つ相手をその場で好きになっちまうって触れ込みだったんだけどな。それはですね、姉さん、私が自制心で心の迷いをぐっと押さえつけてたからでして。その、はあ、そうだったのかい、笠井。怪しげな魔法に惑わされないとは、男の中の男だね。いや、あの二人にはもともと必要なかったみたいなのです。ニパーン。